私、スーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申します。なぜパントマイム伝道師になったかというとですね、実はパントマイムは素晴らしい芸術なんですが、その魅力を言葉で伝えている方がね、いなかったんです。なぜならパントマイムは無言だから。誰もパントマイムの魅力を言葉で喋ってる人がいなかったんですね。そこで私、その魅力をお伝えするために自らパントマイム伝道師になったということでございます。ご理解いただけましたでしょうか。お、電話だ。ガチャ。はい、スーパーパントマイム伝道師シスターひろみでございます。シスターにパントマイムを教えてもらいたい。わかりました、すぐ行きます。待っててね。ガチャ。あ、すいません、仕事が来ましたので。はい、ではこのカバンを持って、よいしょよいしょ、よっこらしょ。はい、それでは行ってまいります。ガチャ。ごきげんよう。バン。行ってきます。